皆さんこんばんは、タラシュンです。今日もエルベツ系毎チームやっていきたいと思います。今日はですね、新しく、アジェンダ、モーメントアジェンダが来てたんで、私も昨日終わらせちゃいました。モーメントオブザマンスですね。こちらのものが来てたので、それ終わったので、デビンブッカーの開封をしていきたいと思います。いや、昨日頑張りましたね。はい、それではギャラクシオパールのデビンブッカーですね。正直シューティングガードは今ギャラクシオパールいるんですけど、ちょっと使えるか見ていきたいと思います。はい、デビンブッカーですね。これ毎月来るんですかね。毎月来るんだったら結構やることが忙しくなるんですよね。報酬ここですね。モーメントデローザンもいて、デビンブッカーもいるっていう感じですね。オフェンス99、ディフェンス95、シューティングカードですね。で、ドライブも95あって、もうポストも80と。で、やっぱシュートすごいですね。ショートレンジ95、ミドル397、もうシューズブーストいらないですね。でドライブダンクが85と。で、ボールハンドリングも87あるので、まあ普通に持てますね。で、ペリメーターも92。すごいな。ブッカーで92か。92、スティール88と。で、リバウンドはまあ、シューティングカードなので、ちょっと低いっていう感じですね。それでもディフェンスリバウンド84。で、スピード94、ボール所持92と。で、ちょっと体の強さがちょっと69なんで弱いかなっていう感じですね。シューズブーストどこ使おうかなって悩むレベルですね。体の強さと、ボール所持のスピードと、あとはどこ上げるかっていう感じですね。スティールとか、あとペリメーターとスティール上げると、あとはダンク上げるかっていう感じですね。で、ディフェンスにチェック行くかは行ってほしいんですけど、マークされた状態からシュートの傾向40なんで、あんまシュート、チェック行かないですね。悩ましいとこですね。で、ドライブも行きますよと。まあまあ、傾向としては別に使えるんじゃないんですかね。ちょっと行かないのが、なんていうんです。で、スリーポイントめちゃくちゃ打ちますね。スポットアップもやるし、競り合いながらのスリーもやるっていうので、まあさすがブッカーかなっていう感じですね。で、バッジもですね、キャッチ&シュート、コーナースペシャリスト、ピックポケット、ほぼほぼ、シュート系はバッジついてて、ほぼ問題ない感じじゃないかなっていうステータスなんですよね。よくね、皆さんが見るサイト見ると載ってるんですけど、まあ、あとディフェンスでブリックウォールも使わないですね。ポストもしないっていうか、考えればそんなにですね。まあ、リムプロテクターとボックスディフェンスリーダー、リバウンドチェイサー、ボコスティックぐらいをつけようかなっていう感じじゃないですかね。で、ポストも80ぐらいあるので、逆にこう、バックダウンパニッシャーとかつけるっていうのも一つの手ですね。ジャイアントスレアないんで、これつけた方がいいですね。ぐらいですかね。結構優秀ですね。それではちょっと使用感を見ていこうかなと思います。アジェンダのやつでやろうか。ブッカ、これですね。それではちょっとフリースタイルでやってみましょう。はい、ブッカ用意しました。シュートチャートを見ると、トップと左のコーナーが3ついてないっすね。まあ、それでも97あるんで、全然入ると思いますけど。シュートもクイックのタイミングなんですけど、普通に出ますね。あとはちょっと使って慣れていけばっていう感じですけど、全然打ちやすいかなと思いますね。あとはね、ちょっとシュートの傾向だけ、シュートチェックいかないんで、それがちょっと難点ですけど。ダンクも行きますし、あとはレイアップとか、まあレイアップも普通に行きますね。
で多分ボールもそんなに、遅くないので、まあ、ハンドラーとして使うかっていうのはちょっとディフェン相手のディフェンス次第ってとこもありますが、普通に使えると思いますね。うん、いい感じですね。あとはポストとかがどうかってぐらいですね。ああ、普通に出ますね。やっぱ逆にポストで攻めるっていうのもありな気がするけどな。はい、こんな感じですね。はい、ブッカーの使用感を見ていきました。でですね、今シーズンというか今回の、モーメントアジェンダなんですけど、結構私はすんなり終わったんですけど、めんどくさいのもちらほらありまして、特にめんどくさいのがですね、最後の方にあるこのバンブリードの121点、これマルチなんですよね。なんで結構時間かかるっていうのと、あとこの、キャブスの、ガーランドの、1試合でですね18アシストと27点を決めろっていうやつが、これがですねチャレンジとかでもできないので、おそらくドミネーションとかをやることになると思うんですけど、私の場合ルーキーでやるのめんどくさいなと思ったんで、ホームカギングの進めてないスーパースターとかでやっちゃったら結構ギリギリだったんで、ルーキー難易度とかでとかプロ難易度でやって、1試合やった方がいいんじゃないのかなっていうようなのが感想ですね。まあ、あとはこの、JJJ の、ブロックとかも結構2試合ぐらいで終わったんで、これも楽勝だったなと。あと一番めんどくさいのがですね、このミドルトンの、34点なんですけど、これ、トータルでいいんですけど、アンリミテッドなので34点決めるのに2試合ぐらいかかったんですよね。なんで普通にやって2試合なんで1時間ぐらいかかるんで、結構これがめんどくさいなっていうところですね。それもアンリミなんで相手結構ガチガチのメンツの中で34点決めるんで結構だるいですね。あとはこう例のごとくクラッチタイムが、ルパードとあと、フォーニエがあるので、これは結構早めにやんないとしんどいかなっていう。相手が分かってる人だと上げてくれるんですけど、普通にガチガチのメンツでやって点を決めるっていうのもしんどいので、これもめんどくさいなっていう感じですかね。あとはですね、結構シングルプレイでこのトレントジュニアとか、ミガラブリッジズもそうなんですけど、リバウンドと得点だっていうのがあるので、そういうのはですね、あとバンバとかもですね、32点に3ブロックとかあるので、そういうのはですね、私の場合はですね、このチャレンジでも、このスポットライトのこのカバースリートのですね、これで終わらせちゃうって感じですね。KD のブルックリン移籍っていう。で、例えばですね、まあ、これネッツの選手入れなきゃいけないので、ネッツの選手と、例えばですね、誰でやってたかな。今回の場合だと、バンバか。バンバなんで、あれですか。バンバ入れて、で、あとはもう、点取れるような形ですね、普通に。例えばまあグレンジャー入れちゃうとか、こういう形でやってこの1試合で32点とブロックを決めるとか、あとはミカラ・ブリッジズも確かリバウンド12リバウンドで30何点なので、どこだ、これか。これでも普通にハンドラーの位置に、ミカラ・ブリッジズにすればマッチアップがカイリーなので普通にリバウンド取れるっていうような形にしてますね。なんでこれでここのチャレンジのこの1試合だけやるだけなんで、多分普通にドミネーションとかやるよりも短時間で終わるので、これがおすすめかなと思います。はい、そんな感じですね。ブッカー無事にゲットできたんで、ちょっとこれから使っていきたいと思います。今シーズンねやること多いですね。モーメントアジェンダやったり、このプレイオフ プッシュも、やっていかないといけないので、結構やること盛りだくさんだと思いますけど、あとはあれか、このアジェンダヤオミもゲットしなきゃいけないですし、いろいろやることいっぱいなんですけど、楽しんでいけたらと思いますので、引き続き皆さん動画出せれたらいいなと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さん見ていただきましてありがとうございました。